鮮やかな水色の機体。モチーフにしているのは天草の観光シンボル、イルカです。天草エアラインは熊本県などが出資し、第三セクターの地域航空会社として2000年に運航を開始。長岡誠社長はその強みについて、地域密着の航空会社であることだと話します。ずっと続いている理由って、多分天草エアラインの あるべき姿というか目指すところって、やっぱり地方の創生のためというか、天草を盛り上げるためにあるエアラインだと思ってるんですよ。天草エアラインというのはどんな存在なんでしょうか。下駄というか足というか、そんなもんじゃないですかね。ないと困るですね。ただ困るのは天候不良で飛べないこと。でもしょうがないです。まあしょうがないけどね、まあ、それで罵倒をだいぶ取り損なったこともあります。まあ仕事でビジネスですね、使う人とかもいるし、ないのとあるのとでは全然違うかなとは思いますけど。かつて潜伏キリシタンの里だった世界文化遺産天草の佐吉集落やイルカウォッチングなど、観光資源も豊富な天草地域。天草エアラインは世界サンタクロース会議の開催をきっかけに、コスプレをして登場すると航空券を割り引くなど、話題性のある取り組みで地域とともに知名度を伸ばしてきました。積極的に観光についての取り組みをやっていただけているので、非常に目立つ存在でもあるし、飛行機があるっていうのは、まあ、一つの強みになるのかなと。時間短縮で天草エアラインは天草と福岡、熊本、大阪の伊丹とを結ぶ1日10便を一機で運航しています。九州の主要都市福岡までは13,700円、車で3時間半かかるところをおよそ40分で結びます。天草エアラインの一日は早朝から。この日は月に一度の機体洗浄です。天草弁で可愛いという意味から溝加工と名付けられています。これがアイデンティティですよね。天草エアラインのこの表記見ただけで天草エアラインって一発で分かりますからね。整備される方の愛着湧くんじゃないですか。湧きますね。結構汚れてる。毎日ありがとう、毎日ありがとうって見てます。評判はすごくいいと思います。皆さんすぐ写真を撮りたい、かわいいって言って機内にも乗ってこられるので。実際に乗ってみると、お願いします。この日の客室業務を担当するのは、先ほど機体洗浄をしていた太田雅美さんです。天草エアラインでは1回のフライトを1人で担当します。天草エアライン飛行中です。こちらシートカバーなんですけれど、カニの切り抜いてあるカニのシートカバーになってます。こっちは天草のシンボルのイルカになってます。手作り感があっていいですね。とっても可愛いです。こちら溝加工の機内紙なんですが、見てみますと手書きの天草周辺の地図が出てきます。そしてさらにめくってみますと、天草を知り尽くした客室乗務員さんのおすすめのグルメスポットなどが出てきます。大手航空会社とは一味違う客室乗務員手作りの機内サービスが乗客を楽しませます。太田さんは一人で機内サービスをしながら
乗客とのコミュニケーションも忘れません。10年ぶりくらいにお会いしたお客様が乗ってらっしゃったので、その当時の話を盛り上がって元気してたっていう話をしてました。私はもうずっと前、もう毎月帰ってきてたことがあったので、だから CA さんたちとも仲良くなった。あんまりあれですね、普通の航空会社で CA さんたちと会話とかあんまりね。そこがいいんです、エアラインはね。すごい天草弁で喋ってくれるし。他の航空会社にはない工夫が天草エアラインのファン獲得に一役買っています。お客様との距離を大切に、お金をかけずでも時間をかけてっていうところですね。はい。こちらは営業部。さまざまな旅行商品を独自に企画しています。気になるその中身は、あそこ熊本空港新しくなったんですよ。新しくなったんで、そこで 2,3 時間飛行機が大阪行ってる間に、この新しいターミナルビルをできたばっかりのを見に行きましょうみたいな、はい、これを見るだけなんですか。はい、これを見るだけ。旅行業としての利益はほとんど出ないというニッチなプラン。搭乗率の低い日を狙い、天草市の補助も得て格安で企画します。チラシの作成から時には現地での案内まで営業部が請け負い、できる限り季節を削減したプランを練っています。愛知県から初めて来たというこちらのご夫婦も天草ならではのツアーに惹かれました。ちょっとロードスターに乗ってみたくて同行させてもらうと、世界に一台イルカ色に塗装が施されたロードスターのレンタカーです。ロードスターどうですか。かっこいいよね、うん、かっこいいですね。青くてかわいいね、うん、こんな色地元じゃ見ないもんね。天草エアラインなんで利用しないのっていうのは、用事がないって言われるんですよ。用事がない人じゃあどう出すかっていうところを考えたときに、こう目的付加型、まあ、利用促進を一番の目標にいかに乗ってもらうかというところで、やってます。今では欠かせない存在となった天草エアラインですが、就航以降8年間赤字が続き、債務超過寸前となった過去があります。現在も県と地元市町村と天草エアラインで定期的に経営方針について話し合いを続けていて、毎年飛行機の整備費を補助、また自治体が設立した利用促進協議会を通じて島民への運賃割引や天草エアラインを利用した旅行商品への補助をするなどして、現在は黒字となっています。少しでもこういった利用促進につながるような政策をしてですね、エアラインが維持できるような、そしてあと島民の足として確保できるような、そういった思いでこういった利用政策の方をずっと継続させていただいております。天草エアラインは社員数64人の日本一小さな航空会社。客室乗務員がカウンター業務を掛け持ちするなど、さまざまな工夫で経費削減に取り組んでいます。はっきり言えば経営的には厳しいと思いますが、やっぱ社員や地元と何かができないかというのを探しながらいろんな手を打ってきています。それがね、一番大事なんじゃないかなと。これさえやればっていうのは実はそんないい特効薬ないと思ってるんで。人員確保が難しい飛行機の整備は鹿児島県の日本エアコミューターと協力体制を敷き、重整備の際は運休を避けるため機体を借ります。また去年からは九州の地域航空会社、そして JAL と ANA の5社で系列の垣根を越えた共同運航を始めました。JAL や
全日空さんは大きなマーケットを持ちで、しかも販売力強いんですよね。なんでそこのところを、利用させていただいて。就航が迫るドキエアと同じフランスの ATR 社の機体を使っている天草エアライン。高額な飛行機の部品の貸し借りなど、ドキエアとの協力体制に前向きです。どうしても1社で超えるとなると厳しい話があるんで、そこはやっぱりエアラインの同業の良しみっていうのをもっともっとうまく活用していきたいですよね。やっぱ日本の航空業界全体とか地域航空を何とか盛り上げるっていうので、何ができるかって考えていく話にもつなげればいいと思ってます。